ただきまして、僕も本当にこういう最高の空間で、現役を終えることができたことを本当に心から、感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。たくさん話したいことがあるんですけども、まず引退セレモニーを、2月12日にやらせていただいて、その時もたくさん本当に、感謝の気持ちを、お話しさせてもらったんですけども、今日、こういった機会で話をさせていただく中で何を話すべきかと考えた時に、やっぱり、昔からこの F リーグ10年目、そして今年11年目を迎えるまでに一緒に歩んで戦ってきた仲間であったり、スタッフであったり、協会関係者の方で